界なら無理やりあなたを奪い去ってどこまでも誰も知らない街が二人を待っていて真っ白な未来を描くだけのストーリー。ガラスケースの中のいびつなコミュニケーション、見つめるだけでよかったはずなのに、それ以上に触れたくてどうしようもないんだ。誰かの元へ去りゆくあなたの背中に手を振ってる。本当の気持ちを隠したまま恋していた、恋していたんだ。さよならなんて言いたくはない、触れたら壊れてしまう二人のストーリーは。ガラスケースの中でそっと見つめるだけ、数えてる出会えた運命の奇跡を思うより、別れの運命と予感で胸が痛んでいる。見つめるだけ。